ですね。というわけで本日はこちら有楽町駅から徒歩1分、東京交通会館の地下1階にございます交通飯店さんにやってまいりました。というわけで、チャハナガの理想のチャーハンを追い求める旅ということなんですけれども、何でもこちらのお店、あの言わずと知れた超一流プロ野球選手イチロー選手が足しげく通ったと言われる絶品チャーハンがいただけるお店ということで、果たしてどんなチャーハンなのか気になりますね。それでは今日も張り切ってガガガガガガガさあ、というわけで今回も懲りずにやってまいりました。いやー、有楽町なんて銀座も近いということもあってか、キラキラ輝いておりましたね。そしてこちら交通会館って名前すごくないですか。ジャンル全てを網羅しちゃってんのかなといった感じで出ました、こちら交通飯店さん。長年いろんな方に愛され続けてたんだろうなっていう歴史を感じますね。そして出ました、イチロー選手のサイン。ちょっとイメージと違った。それでは現場の竹永さん。はいはい、こちら現場の俺が竹永だ。はい、というわけでこちらが交通飯店さんのチャーハン大盛りです。ということで、チャーハンの上にチャーハンを重ねて、やや UFO タイプのチャーハンになってるっていうのもね、面白いですよね。それでは早速いただきましょう。こちらパラパラ系のチャーハンなんですけれども、焼き豚がねちょっとねハムっぽい焼き豚で、卵の風味をダイレクトに感じることができる、ね、そういったタイプのチャーハンで、これが本当にうまい。出ましたね、振り子打法の振り子ゆでうまですね。はい、それではこちらスープいただきましょう。こちら安定のお醤油の風味を強く感じるあっさり系の中華スープといった感じのスープですね。はい、というわけでこちら完食です。というわけでいただいてきましたけれども、いやー美味しかったですね。ただ味が濃いだけっていうんじゃなくって、しっかりとね素材の味を生かしつつ、その素材から染み出た出汁がご飯全体に行き渡ってるといった感じのチャーハンで、お米一粒一粒にねしっかり味がついてて、いやとっても美味しかったですね。いやー、あのイチロー選手もハマったっていうのがね、なんだかわかる気がしましたね。というわけで皆様もご興味ございましたらぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。といったところで、また次回の動画でお会いいたしましょう。本日はこちら交通飯店さんよりお送りいたしました。ご視聴いただきましてありがとうございました。バイ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 バ